がこう生い茂っていくということを最新テクノロジーと一緒にコラボレーションして皆様にご提供するというキックオフイベントをしたんですよ。こういうリアルな場所もあるんですね、実際に。あ、僕やってます、やってます、はいはい。あ、そして映像ではああいったもう最新技術を使ってということなんですね。そうなんですよ。ですから、まあ、いろんなことを挑戦しないとね、もう時代がどんどん変わっていくんで、やっぱりそこにこうちゃんと対応しないと歌舞伎俳優といえどもいけないという、はい、常に調子はいいけど今日は軽量じゃないんだ、当日軽量だから。この配信は明日当日の、しかも2時半に計量して。でもその生配信をこの次元でやったのは結構世界でも稀なことらしいので、これからですので、ぜひあのご確認いただければ、まあ、面白いかなと思います。それでこの後も踊りの後にもちゃんと喋ってるんで、一応生で喋ってるんで、まあ微妙なこと喋っててもカットできないんで、やってしまったってことですね。いささかやりました、今日は。ちょっと皆さんに改めて今日いい感じですね。いや、また新たな心にそういうことを思いますね。はい、では、さあ、そうそう、次のキーワードいきましょうか。さあ、続いてこれいきましょう。エリゾー TV、これはまた何でしょう。それでただ YouTube です。いい感じでしょうか。また最先端の方向ですよ、ね、どうですか、最先端じゃないじゃないですかね。いやでもね、あと 500g、 いやでも 100g でリミットだから、もうそんな落とさなくてもいいかな。お子さんってやってるんだ。そうです、ね、皆さんご覧いただきました、本当にありがとうございます、なぜこの動画をピックアップ。もう明日の会場に届く分のウーバーイーツなんだ。容赦なくすみません、絶対怒られるけど負けないんだ。いや、なるほどね、絶対負けないですね。から、本当に申し訳ない。よし、マックじゃなくてちゃんとしたバーガーを頼んだ。面白いというか、この家族というか子供たちと一緒に楽しんでるシーンが多いんですかね。そうです、これ頭は毛先しか洗えません。ブリーブリーハングリーです。行きますか、はい、今からお散歩に行くので、バイバイ。